じゃあちょっとバットスピンのやり方を教えてください。じゃんけん、まず、うん、用意してから、うん、シャッフル、デッキをシャッフルして、うん、そして、うん、じゃんけん、うん、最初はグー、じゃんけんぽい、はい、こうでしょう、勝った。そして最初か後でか選んでください。はい、じゃあ後にします。はい、まずここ、はい、スタートステップ、スタートステップ、最初の人はコアステップはなし。はい、ドローステップ、ああ、ま、スタートステップは何もやりません。はい、でここはステップも飛んだ。で、ドローステップ、ドローってのは取ることやな。うん、はい、そしてリフレッシュも飛んでメインステップ。はい、で、山ばっかって、エンドステップ、アタックステップがない。あ、最初の人はアタックステップもなし、できない。はい、では今ここに置いてあったリザーブっていうところからコアをこっちのカードの上に出しました。これはなんで3つ出したんですか？これはここに3つって書いてある。はい、ここにレベル2って書いてある、はい、横の3って3個って書いてある、はい、それで3個置いて、これはお金みたいなもんで、はい、3個置いたら、はい、レベル2になって、はい、3000、ここ3000って書いてあります。3000、つまりこの山バッカさんはレベル2の、3000の力を持つことになったと、そういうわけですか？はい、わかりました。で、そちらさんはエンドステップと。で、そこまで終わったら相手のターン、つまり私のターンに行くわけですね。では行きます。スタートステップ、コアステップ、コアステップ、で、コアステップって言った時に出すの？違います。違う、コアステップって言った時にこのボイドっていうところからこれを1個出すの？1個でいい、1個リザーブに置く、1個リザーブに置く、はい、ほんで？そしてドローステップ、ここからドローステップ、はい、で、前にも聞いたんやけれども、このコアっていうやつの色はなんでこんな色いろいろあるの？これはデザインです。うん、まあ何色でも関係ないの？あ、そうですか、はい、わかりました。で、今コアステップっていうのは、私がこのボイドっていう、吐き溜めみたいなものな。ちょっと待って、このボイドっていうかこのコアはあなたのもの、私のもの、どちらのものでもない。どちらでも、どちらでも使う、使う。で、まあこっちに持ってきたらいいだけの話、うん、はい、わかりました。で、今私はコアステップまで行って、1個置いたと。で、ドローまだしてへんよね。で、ドローします。はい、で、リフレッシュステップっていうのは何ですか？スピリットたちを回復して、これトラッシュっていうコアが乗ってあるトラッシュっていうところに、うんうんうん、からリザーブっていうところに、わかった。つまりトラッシュはゴミ箱やからまだないんやね。もう使ったお金っていう、今はまだないわけやな。あとでまた聞くわ。で、私はリフレッシュステップもないからメインステップに行くわけやね。で、メインステップでやることは出すことやね。はい、で、何を出したらいいのかまだよくわからないんですけれども、とりあえずこのリザーブと出すやつが何か関係してたね。どう関係するんですか？どう？ちょっと今仮に出すけど、例えばこの3っていうやつ、
これがなんか関係してたんやけど、もうちょっと詳しく教えて。これは3個支払わなかった。軽減シンボルって言って、緑のスピリットが、緑色のスピリットが召喚されていた時は 3-1 になって2に、コストが2になって2個支払って召喚できる。はい。で、そうか、バーストするか。これはバースト。バーストって爆発。何ですか、バーストって。こうやって隠して相手に見せないで、ここバーストって書いて、相手による自分のスピリット破壊後、自分まず、はいはいはい、相手がアタックしてきて、はい、それで自分のスピリットがやられた時に、はい、このスピリットは召喚できるって。ああ、そうですか。バーストしてバーストはちょっとまだ仕組みがよくわからないんで、まず普通のやり方やってみます。召喚ってのは置くことやね。3個支払う。で、3個リザーブから3個支払うと。じゃあリザーブから3個ここに支払って、うん、こう。なんでさっきここ置いてん。あ、そうか、さっきはレベルになったんやな。うん、レベル。で、これはレベルなんなん。レベル1のまま。レベル1のまましか無理。だから1個しかない。じゃあなんでトラッシュ3つも来たん。あ、これが3。コスト。コスト。コストっていう。これがコストっていう。これはまだレベル1なんですね。うん。で、トラッシュに3つあるのはこれが3だから。はい。で、これがメインステップですね。で、コア除去って言って、コア除去、うん、はい、紫のスピリットがいるんです。それで召喚時とかアタック時とかいう時にやられたらダメなので、はい、普通は僕はこうします。レベル上げんとこうする、うん、コア除去っていうのは、はい、取り除くコアをシュッと、うん、1個やったら、はい、アタックしてきて、もしその効果がアタックして、うん、アタック時、相手のスピリット1体のコアをリザーブに置くやったらこれは死ぬ、はい、でもこの時はシュッてギリギリ持てるって感じです。ほうほう、はい。じゃあそうします。わかりました。はい。こうしたらコア除去されたら、もし紫のスピリットがアタックしてきて、はい、その効果がアタック時、はい、それはコア除去って言うんです。相手のスピリット1体のコアを取り除くっていう効果を持っているスピリットがいるんです、はい、それでこうやってリザーブに置くってなったら、はい、こうなってギリギリ持つんだけど、はい、1個の時はもう破壊される、はい、2個置いといた方がいい。でもレベルアップはできない。できない。じゃあこうしましょうか、うん、はい。で、アタックステップ、これアタックできる。アタックはこうするんやったっけ。でも、はい、考えてください、はい、3000と3000同時になってしまいます、はい、これもやられてこれもやられます。自分のスピリットと自分相手のスピリットがいなくなる。じゃあちょっとそれはやめておきましょうか、はい、その方がいい。じゃあやめておきます。で、エンドステップですね。はい、あなたの方です、どうぞ。スタートステップ、コアステップ、ドローステップ、リフレッシュステップ。こうやって取り除くことができるんです。これなんで取り除いたの。召喚するために。あ、次のやつを、次のメインステップのためにね。
そしてコンボペルタっていう、うん、はい、そして1、2個しかこれ前と後ろなんか関係あんの？これそっち関係ありません。はい、とアタックステップアタックでコンボペルタでアタックしてどうしますか。ダークあダーザーターザニアグレートでブロックしたら負けます。負けんのにアタックするの？違う、そっちが。え、こっちが負けんの？なんでこっち3000や。うん、こっちは4000。あ、レベル2な。それで このスピリットのアタック時このスピリット BP 足す3000にする。はい、で、こいつはやられた。やられる。まだブロックしてないから、ブロックしたら破壊するって。ライフだからライフで受けなきゃいけない。今アタックしたってことだね。ででも破壊されてもいいんですよ。それが有利かも。だからじゃあコアが増えるかもしれない。ライフが、そもそもゲームはどうやったら勝ちな、負けな。ライフが、このライフが全部なくなったら、つまりこれをあんまり使ったら損やね。じゃあこれを、じゃあ負けとくわ。負けた時はこの上の子はどうなの？リザーブに置く。リザーブに置く。そしてこう、これが捨て札のとこに捨て札。これこっち、こっちこっちこっち